これヘリオードの街で見たのと同じ現象ね。あの時よりエアルが弱いけど間違いないわ。あの魔物もダングレストを襲ったのと様子が似てます。来やがったぞ。エアルのせいなのこれって？街がよく襲われたのはこれのせいだ。きっとなんとか魔物たちを沈める方法はないんでしょうか？やられる前にやるしかないな。僕たち生きて帰れないかも。こいつ一匹倒しゃ終わりとかだったらいいけど。油断すんなよ。気を抜いたら命取りになります。全力全開だよ。ソウリュウレイだ。ラッパ禁止。これで街も一安心。安心するのは早いぞ。まだエアルが暴走してるわ。木も魔物も絶対あのエアルのせいだ。また来たなあ。ここで死んじまうのか。世界一の軽薄男ここに眠るって墓に。そんなこと言わずに一緒に生き残ろうぜとか言えないの？デューク。ちょっと待って。ん？その剣は何？見せて。今一体何をしたの？エアルを切るっていうか、そんなこと無理だけど。知ってどうする？そりゃもちろん。いや、それがあればブラスティアの暴走を止められるかと思って。前にもブラスティアの暴走を見たの。エアルが暴れて。それは歪み、当然の現象だ。いつ？あの危ないところをありが。エアルクレーネには近づくな。え？エアルクレーネって何？世界に点在するエアルの源泉。エアルの源泉？あんた一体こんな場所だ。散歩道ってこともないよな。まおかげで助かったけど。まさかあの力がリゾマートの。ここだけ調べてもよくわからないわ。他のか。ああ言ってたね。それを探し出してもっと検証。じゃあもうここで調べることはないんです？んじゃダングレストに戻ってドンに会おうぜ。